まあ、対象としては本当にそう食べる力が噛む力とか飲み込む力がないという方にもちろん召し上がっていただきたいというのが一番なんですけども、介護食っていうその言葉に非常に疑問を感じてですね、介護食その結局その飲み込めない食べれないっていう方のために結局個食ですよね。その方のためだけに今まで食事を作っていたかと思うんですけど、この食事を作るのにその2時間もかけて作っていたりしていたと思うんですけども、私たちはそれがそうではなくてみんなで同じものを食べればいいんじゃないかと思っているんです。っていうのは、このグランダペティという商品は素材そのものの味なので、皆さんで食べていただいて、例えばスープとかそのスープにしたりとか、そのまま食べていただいてもいいと思いますし、リゾットにしたりとか、そのみんなで同じものを食べれる、その共食できるっていうところがグランダペティの最大の特徴じゃないかなと思ってます。早いですよね、多分。でもね、噛まないもんね。噛まないですもんね。うちの母もね、これだとむせない。そうでしょう、むせないね。で、おいしいものをむせないけど、あまり自分でおいしくないものをやっぱりむせるんですよ。もちょっとお話ししたんですけども、その介護食っていうと皆さんそのまずいとか、そういうイメージが本当にあるかと思うんですけども、そういうイメージを払拭させたいということで私たちは動いているので、何かその介護食っていうその皆さんの固定概念がなくなるような商品にしたいなと。で、この商品を浸透させて、介護食って美味しいんだよとか、介護食っていいよねとか、そういうふうなその意味合いの介護食という言葉になればいいなと思っています。本当に夢なんですけども。